はい、今日も東吾妻町の岡崎にある無人販売に来ました。道の端にはドクダミが咲いてます。これがドクダミの花ですけど、皆さんご存知でしょうか。これは杉菜だと思いますけど、はい、今営業中です。今日は何があるでしょうか。はい、これが無人販売の建物です。その裏には野菜が植わっています。何が植わってるかというと、ナスがありますね。ナスとインゲンかな。それとこれは多分ジャガイモだと思いますけど、植わってます。じゃあ中を見てみます。今日は玉ねぎと里芋、ほうれん草、わらびがあります。あとズッキーニかな、これキャラブキ、あ、レタスもありますね。今日はあとブロッコリーで、このかご50円というのがあります。これは日にちが経ったやつでしょうかね。その中にはズッキーニの小さいのがあります。これが50円ですね。ほうれん草の生で、生食用のもありますし、ちょっとこれはなんだっけな、小松菜の、虫食いの小松菜があります。今日はこんなとこですかね。ブロッコリー、あ、結構レタスもいいかもな。今日はそんなとこですね。これが多分ズッキーニだと思いますよ。ズッキーニ2本で100円、わらびがすぐ食べられますって書いてあります。あとキャラブキがありますね。今日はそんなとこです。